趣旨説明に対し質疑の通告がございます。順次発言を許します。小野田貴美さん。自由民主党の小野田貴美です。自民公明を代表して関税暫定措置法改正案および外為法改正案に対して質問をいたします。まずロシアのウクライナの侵略に強く抗議します。ロシアの即時かつ完全な撤退を求めます。ロシアの侵略行為はエスカレートしており許すことはできません。首都キーウ近郊の都市ではロシア軍による民間人虐殺の痕跡が明らかになっています。マリウポリへの攻撃に化学物質を使用したとの懸念もあります。ロシアが主張するフェイクニュースだというプロパガンダは必ずや暴かれ、国際法に違反する卑劣な行為は厳しく処罰されるべきです。私たちとしても困難に直面するウクライナにしっかり寄り添って対応してまいります。21世紀となり世界各国が自由貿易、自由投資を介して密接に結びついているにもかかわらず、力による一方的な現状変更の試みと民間人への殺戮が起こっています。武力により他国を踏みにじり無垢の民の人生を奪う事態が起きている現実に我が国国民そして世界は大きな怒りと憤り、同時に失望と脅威を感じています。先週林外務大臣は日本の外務大臣として初めて NATO 外相会合に出席しましたが、そこでも力による一方的な現状変更はどの地域においても許されるものではないし、欧州とインド太平洋地域の安全保障を切り離して論じることはできないと語りました。今回の侵略行為に対しても現に中国は未だロシアを非難していません。北朝鮮も ICBM 級の弾道ミサイル発射を繰り返しています。このような環境の中、岸田総理はインド太平洋地域での力による一方的な現状変更への懸念の高まりに対して、我が国国民、そして国際社会における普遍的価値である自由、民主主義、人権、法の支配を守り抜くために、価値観を共有する国々と連携しながら、外交、そして安全保障政策をどう進めていくおつもりでしょうか。お聞かせください。日本をはじめとする G7 各国は、ロシアのウクライナ侵略に一致団結して制裁措置を発動しています。今回の関税暫定措置法の改正案は、ロシアに対する WTO 協定税率の適用を撤回し、基本税率等の適用を可能とすることで、現地時間の3月11日に発出された G7 首脳声明を受けた最恵国待遇の停止を行うものです。まずはロシアによるウクライナへの侵略は、ロシア自らに深刻な結果をもたらし、得るものは何もないだけではなく、国際的な名誉も信頼も地に落とす行為であると理解させるために、G7 各国と足並みを揃えて、厳しい金融経済制裁を科すべきと考えますが、その一環として、最恵国待遇の停止に踏み切る理由と、期待される制裁効果について、総理からお話しください。また、ロシア産の木材や水産物の関税の引き上げ、代替となるロシア産以外の産品への需要の増加により、世界的な品不足と価格上昇が心配されます。特に水産物については、漁獲量を決める日ロ間の漁業交渉への影響も予想されます。コロナ禍で厳しい状況にある上に、ロシアのウクライナ侵略により先行きが懸念される水産関連業や食品製造業等、国民生活への影響に対して政府としてどう対処していくお考えでしょうか。総理に伺います。 G7 は4月7日ロシアによる民間人への残虐な行為を許さないとの姿勢やウクライナとの連携を改めて結束して示すべく首脳声明を発出いたしました。
その中には、石炭輸入のフェーズアウトや禁止も含むエネルギー面でのロシアへの依存を低減するための計画の加速化が盛り込まれています。EU 加盟国は、ロシア産の石炭の輸入停止などを含む制裁案を承認し、日本も G7 声明を踏まえて、早速、ロシアからの石炭輸入の禁止などを含む追加制裁を科す方針を表明いたしました。ロシア外交官の国外退去などと合わせて、G7 メンバーとしてロシアに対する日本の強い姿勢を示すものとして評価できます。同時に、石炭禁輸の影響による電力需給の逼迫を回避するために、再生可能エネルギーや原発の再稼働など、脱炭素の効果の高い電源の活用など、さまざまな対応を講ずることも求められます。この点についての総理のお考えを伺います。我が国は2月21日のロシアによるウクライナの親ロ派支配地域の独立承認、24日のロシアによるウクライナ侵略開始直後から G7 と連携しながら、ロシア政府による新たなソブリン債の発行、流通等の禁止や、金融機関を対象とした資産凍結、中央銀行への制裁措置などを立て続けに決定し、実行してきました。2月26日には、ロシアは国際金融の送金を手掛ける世界的な決済ネットワークである SWIFT、国際銀行間通信協会から排除されることが決定いたしました。ロシアの企業の貿易決済が困難となることから、大きな経済的苦痛を与える措置です。事実、ロシア通貨は SWIFT と中央銀行への制裁発表の前後で、ドルベースで3割も急落しました。ルーブルの価値が大幅に下落すると、ルーブル建ての貿易への軽減、そしてロシア国内の物価高騰による生活への打撃となります。ただ、3月上旬をそこに、ルーブルの為替レートは徐々に元に戻っていることから、ポーランド首相はロシアへの制裁効果に疑問を呈しています。経済制裁の効果を判断するには、為替だけではなく、総合的に見るべきだと思いますが、ここまでの金融制裁による効果をどのように評価しているのでしょうか。財務大臣のご所見を伺います。G7 が課している厳しい経済・金融制裁措置が効果を上げるためには、世界各国で緊密に連携して、制裁の回避や迂回、バックフィルを防ぐことが重要です。総理が0泊3日という強行日程で参加したベルギーでの G7 首脳会合でも、制裁措置の抜け道を与えてはならないという考え方が確認されています。今回の暗号資産を使った制裁回避を防ぐための法改正も、その一環として、一刻も早く成立させ、施行させなければなりません。ロシアで暗号資産の利用が急増しているとの指摘があります。米国もサイバー攻撃や違法行為に関与しているとして、暗号資産も扱っているロシアに拠点を置くダークウェブサイトのサーバーを停止し、ビットコインも押収しています。我が国としても、暗号資産を使った制裁回避を防ぐために、G7 をはじめとした関係国と連携した対応が不可欠と思いますが、外為法の改正を機にどう対処していくお考えでしょうか。財務大臣にお伺いします。ロシアによる民間人への無差別攻撃もあり、ウクライナから国外へ逃れる避難民は450万人を超え、うちポーランドでは250万人を上回っています。過日、ポーランドから戻る政府専用機は避難民の方々を乗せてきましたが、その後も政府は避難民の日本渡航を支援するために、当面の間、ポーランドとの民間直行便の座席を借り上げるなど、対応を強化しています。自衛隊機を活用した人道支援物資の輸送も実現すべきです。また、ウクライナの邦人保護のために、隣国ポーランドへの陸路での退避を支援する現地連絡事務所の設置や、ポーランドから他国への移動用チャーター機手配などに加え、今後も引き続き、在留邦人の方からの退避要望に寄り添った対応にしっかり取り組んでいただくよう要望いたします。現在、ロシア軍はキーウなどにおける作戦規模縮小を表明しているものの、その部隊を東部および南部へと移動させ、攻撃を強めており、一般市民の犠牲が増加しています。困ったときはお互い様の心で、岸田総理が先頭に立って国を挙げ、ゼレンスキー、ウクライナ大統領が国会演説の中で語った、避難した人たちがふるさとに戻れるようにしなければならないという気持ちをしっかりと受け止めていただきたい。そして、完全な撤退に向けたロシアへの制裁とともに、必ずやってくる侵略終焉後の復興を見据えて、避難民を受け入れている近隣諸国への支援など、ニーズに合った対応のさらなる強化を図るべきだと考えます。この点について、総理のお考えをお伺いして、私の質問を終わります。
岸田文雄内閣総理大臣。小野田君議員にお答えをいたします。インド太平洋地域における力による一方的な現状変更への懸念の高まりに対する外交安全保障政策についてお尋ねがありました。今回のロシアによるウクライナ侵略や緊張する米中関係に見られるとおり、国際情勢は厳しさと複雑さを増しています。私は理想へ、未来への理想の旗をしっかりと掲げつつ、普遍的価値を重視し、したたかで徹底的な現実主義に主義を貫く新時代リアリズム外交を展開してまいります。普遍的価値に基づく多国間主義や同盟国同志国との連携を重視し、インド太平洋地域をはじめ国際社会において力による一方的な現状変更の試みに対抗する国際的な取り組みを主導してまいります。また国民の生命と財産を断固として守り抜くため、新たな国家安全保障戦略等を策定し、我が国自身の防衛力を抜本的に強化してまいります。同時に日米同盟の抑止力対処力を一層強化してまいります。最恵国待遇停止の理由と期待される効果についてお尋ねがありました。今般のロシアによるウクライナ侵略は、ウクライナの主権や領土の一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、厳しく非難されるべきものであります。今回の法改正は、国際社会と一致団結してロシアに対して厳しい措置を取るという我が国の意思を強く示すことに大きな意義があります。3月11日の G7 首脳声明を踏まえ、ロシアに対する関税についての最恵国待遇を迅速に撤回することとしております。制裁の効果については、輸出入禁止措置等を含め、さまざまな措置と合わせて、制裁全体の中で判断していく必要がありますが、一連の制裁措置は、ロシアに対する外交的、経済的圧力を一層強める効果が期待できるものと考えており、引き続き G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携して、ロシアに対する国際的な経済制裁の実効性確保に努めてまいります。ロシアのウクライナ侵略による国民生活への影響に対する対処についてお尋ねがありました。今回の法改正による木材の一部や水産物の関税率の数パーセント程度の引き上げ自体による影響は限定的ではあるとは考えておりますが、この影響を含め、ロシアによるウクライナ侵略をめぐる影響全般について、今後も注視していく必要があると考えております。また、日ロ漁業交渉への影響について、予断を持ってお答えすることは差し控えますが、我が国の漁業活動にかかる権益の維持確保を踏まえ、適切に対処してまいります。水産物を含め、国民生活に不可欠な食料等の安定供給に支障が生ずることがないよう、総合緊急対策の策定を指示したところであり、政府として直面する危機に緊急かつ機動的に対応すべく、4月中に具体的な対策を取りまとめてまいります。ロシア産の石炭の禁輸を踏まえた電力の安定供給の確保策についてお尋ねがありました。今年の夏や冬の電力供給は厳しい見通しですが、ロシア以外の生産国やスポット市場からの燃料の代替調達、再エネ、原子力など脱炭素の効果が高い電力の活用、事業者間の広域的な融通、
公募による供給力の追加的な確保などにより、電力の安定供給を確保してまいります。復興を見据えたウクライナ、そして近隣諸国へのさらなる支援の強化についてお尋ねがありました。ゼレンスキー大統領が国会演説で述べたように、避難した人々がふるさとに戻れるようにするためにも、まずはロシアが国際社会の声に耳を傾け、侵略をやめるよう、ロシアに対する強力な制裁措置を含め、国際社会が団結して取り組んでいく必要があります。また、我が国はこれまでウクライナ及びウクライナの近隣周辺国に対して、合計2億ドルの緊急人道支援を実施していますが、引き続き G7 をはじめとする国際社会と連携し、現地のニーズを的確に把握しつつ、ウクライナの人々に寄り添った支援を実施してまいります。今後、国際社会が支援できるようなウクライナの復興が見通せる段階になった暁には、今日までの経験も生かし、我が国として積極的に役割を果たしてまいります。残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。鈴木財務大臣。小野田君議員のご質問にお答えいたします。まず金融制裁の効果についてお尋ねがありました。経済制裁の効果は為替だけでなく総合的に見るべきとのご指摘はその通りであると思います。これまで G7 各国等と緊密に連携しつつ、各種の厳しい制裁措置を迅速に講じてきた結果、株価の下落、国債利回りの上昇が見られるほか、生活必需品も含めた消費者物価が急上昇するなど、さまざまな面でロシア経済に影響が出ていると認識いたしております。引き続き G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携して、ロシアへの圧力を強化してまいりたいと考えております。最後に、暗号資産を使った制裁回避への対応についてお尋ねがありました。ご指摘のとおり、暗号資産を使った制裁回避を防ぐためには、G7 をはじめとした国際社会との連携が重要であると考えております。今般の外為法改正は、G7 首脳声明を踏まえ、暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、法的手段を講ずることで、規制の実効性のさらなる強化を図るものであり、国際的な情報共有の促進を含め、引き続き G7 をはじめとした国際社会と緊密に連携して対応してまいります。